はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回ですね、こちら見て、この無限列車に今回ちょっと来てるんですよ。ん、大丈夫か。今回ね、これ見て、129レベル、85レベルの方と共にもしかしたら戦えるかもしれない。わー、戦えそう。激ヤバにしてみたけどどうですか。やれま、あーねえ、みんな、ねえ、なんでみんな、あーでも一人いる、一人残ってる、一人いますね。こっち側にもある、あ、こっち側にもあるんだね。なるほど。じゃあ僕はこっち行こう。僕はじゃあこっちに、召喚して、はいはい、よし、頑張ろう頑張ろう。あー、よろしくお願いします、お願いします。お願いします。俺かとばやる。オッケー、お願いします。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ行きましょう行きましょう。いや、これプレッシャーだな、プレッシャーだな、これプレッシャーです、プレッシャー。いや、大丈夫大丈夫大丈夫、信じろ、大丈夫大丈夫大丈夫。うわー、これ強い方がねいるからね、ちょっとこれプレッシャーだけど、大丈夫大丈夫大丈夫です。任せ、大丈夫大丈夫大丈夫。とりあえずルイ君で押さえといて、大丈夫。こっち側、僕大丈夫ですよ。もしかして置いてくれるのかい。これ激ヤバ、そっちきついか。いや、大丈夫です。わあ、無一郎君かっこいい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。わあ、無一郎君、おお、すげえ、みんな見てこれ。うわ、かっこいい。てか、さっきの人かっこいいな。さっきの人かっこよくない。こっちはきついかって言って、そっとこの無一郎君をくれるんだよ。え、かっこいい、いいな、僕もこんな人間だろ、頑張って。いや、でも任せてください、無惨持ってます。はい、一応こちら私無惨持ってますので、はい、一応戦いますよ、一応課金はしております。かっこいい、みんな見てこれ、ほら無一郎君、これなんか技とか打つんじゃない、これ多分、これ多分星6無一郎君だね、これ間違いなく。ちょっととりあえず、では煉獄さん、いや無惨様出そうか。無惨様一体しか出せない。じゃあ煉獄さん、はい、さあこれでなんとか防ごう。で、あとはいいぞ、お金がどんどん溜まっていく。これ無限列車のいいところはお金がバリバリ溜まっていくとこなんだよね。さあどうだ、これ無、いや、これ心強、え、待って、体力これ何、 7、 え、これ 1000、 どっち、1000、どっち、これ1000なのか。一応自動スキップオンにしようか。で、一応グレードアップさせとこうか。こっち側をグレードアップさせといて、で後半強くなってくるからね、だんだん無限列車は。これどっちだこれ、1000、いや7000じゃないこれ。いや、うん、7000だよねこれ、多分7000だな、1000じゃない気がする。いや大丈夫です、ほら見て、無惨様いるよ、無惨様、ちゃんと無惨様にしたので、ご期待に添えるかなと思います。とりあえずちょっとおばあちゃん出しといて、おばあちゃん出しといて、で、回復として一応置いとく。ちゃんとやります、ちゃんとやります。これでいいのか分かんないけど任せてください。でも多分、ちょっと見ていいですか、向こうちょっと見に行こう。向こうどんな感じこれ、ちょ見ていいですか。うわー、なんかすごいことになってる。はー、いるー。うわ、何殺す、やばいって。もう増悪点ゲットしてんの、すごっ。わ、ちょっと見たいけど、ちょっと見たい、ちょっと怖くて見ていい。わ、すげえ。わ、わあ、やばい、これすごーい、この人すごいです。すごい、これはすごい。ちょっと待って、ちょ持ち場離れるな、こんな、そんな暇ない。トライアングさんそんな暇ない。今こっちはやばいんだ、こっちはやばい状況なんだ。ちょっとちゃんと援護して、ちゃんと援護しておけ。ちょ、本当に邪魔んだけはなんないんだけ気をつけよう。で、煉獄さんも一応こっちでアップグレードさせる。 OK、 アップグレードさせて、で無惨様もまだアップグレード足りないね、アップグレード足りないんで、ちょっと待ちよう。100は行きたい、100行きますかね。プレッシャーがやばいです、プレッシャーがまずいですが、は行きたい、いける、頑張ろう。とりあえず、いや大丈夫、ほら見て、12000。いやー、なんか怖いなー。わー出してくれた。うわー、かっけー。いやー、より1ゼロ式めっちゃかっこいいなこれ、いいなー。わー、これより1星7、
もう今星7が多分当たり前なんだろうな。これかっこいいよ、みんな見てよ、いいだ、羨ましい、これ欲しい、私、お母さん、お母さん、お母さん、僕これ欲しい、このおもちゃ欲しい、お母さん、あー、こっちにもおもちゃがある、わあ、こっちのおもちゃも欲しい、お母さん、このおもちゃ買って、多分3万ぐらいすると思うけど、このおもちゃ多分3万ぐらいすると思うけど、このおもちゃ買って、お母さん、お母さん、お母さん、このおもちゃ買って、このキラキラ光るおもちゃ欲しい、このキラキラ光る2つのおもちゃが欲しい、お母さん、ごめん、これ本当に100いけちゃいそう。はい、すいません。あとですね、実はずっとやってまして、70何回まで行ったんかな、行ったところで、なんと、まさかまさかの、回線落ちました。いやー、これはマジで、いや、わかんない。どっちの回線かわかんないんだけど、間違いなく、まあ、恋、当たり前だけど、お互い恋ではない。もう、それだけは間違いない。もうちょっとだねみたいな感じに、すごい、なってて、100を目指そうっていう感じで、もう少しでいけて、これはなんかちょっと友情芽生えてるんじゃないのみたいな、そんな感じの時になんと回線が落ちまして、これやばくなったら動画もう一回撮ろうかなと。実は40分以上やってたんですよ、あれ。40分、多分50分ぐらいやってたので、ちょっとさすがにスマホじゃないわ、PC のね、そのちょっと容量的にちょっとやばいかなと思って一旦切って、まあ何かしらちょっと動きがあったら、もしくは100に近づいたら、まあちょっと動画回そうかなと思ってたんですけど、まさかまさかの、はい、ちょっと回線がプツッと落ちちゃって、だからその瞬間取れなかったんですよ。なんか負けかけてるとかだったら、なんかその時に回そうかなって思ってたんだけど、そういうわけにもちょっといかず、なので今ちょっと、一応リベンジっていうかね、無限列車、リベンジというべきかが、もう僕じゃあ、ね、やばい、みんな来てる、みんな来てる、みんな来てる、まずいまずい。これね、あと、わかった。一つわかったことがある。これ、もうこの編成ダメ。全然ダメです。だから、ちょっとね、これおばあちゃんはもちろん1体だけでいい。で、玉代さん入れる。玉代さん入れて、ね、これ煉獄さんとか無惨とかいるんだけど、これをちょっとまた考えます。で、あと、ルイくんじゃなくて、やっぱりすさまるとか、そうだね、やっぱり強いキャラをドンがいいから、だからそうなってくると、やっぱりガシャでいいキャラとか、それこそ増白点とかさ、ゲットできれば相当大きいんだけどね。だから、で、あとコメント欄の方で、無限モードってのがあるんですよ。その無限モードってのがあって、その無限モードをやれば、どうやら、1万5000人、倒すってのあったじゃないですか。これ無惨様は星7にするためのそれをできるらしい。簡単にっていうか、だからちょっと無限モードちょっと後でやっ、あの後でっていうか裏で動画外でやって、無惨様のレベルは今星6なんだけど、ちょっと星7までちょっと頑張って上げてみたいと思います。いやー、これちょっとね、ハマっちゃったわ面白い。ちょっと強い人の見てるとさ、余計にそんな感じになりたいって思っちゃうんだよね。はい。あとコメント欄っていうか、コメント欄っていうよりこの、タワーバトルの方で、たくさん、コメントありがとうございます。はい。なんか、すごい強いキャラくれるよっていうコメントもあったので、でもちょっとそこに甘えちゃいかんかなって実はちょっと思ってる。なんかね、すごい、なんか、いいキャラ、なんか星7キャラあげますみたいなコメントもいただいて、なんか、コメントっていうか、ね、全然タダで何でもいいので、あげますって言われたんだけど、まあ、なるべくね、やっぱりちょっと自分の力で、まあ、ちょっと集めてこそかなと思うので、ちょっとこれからちょっと本腰入れて、こちらちょっとやっていきたいと思います。タワーバトル。だからよかったらね、見ていただければなと思います。これからもね。はい、まだ終わってないですけど。これなんとかウェーブ、30いけるか？いや、無理だな、これ。だんだん迫ってきてるもんな、これ。同じキャラ出せないのきついね、これ、無限列車は。当たり前だけど。同じキャラが出せないから、これちなみにまあ、無限列車ってまあ、どういう、まあ、ルールなんじゃっていうことで、ごめんなさい、ちょっと説明し忘れちゃってたんですけど、鬼がね、こういう感じでバーって来るわけですよ。で、こっちから出る鬼は、向こうの入り口に向かってきます。ここね。今この列車。で、向こうから来る、鬼は、ここを通って、この列車に入ってくわけですよ。で、この列車に入っていって、ここ。この人たち。この人たちに、ダメージが入る。まあ、要は線ですね。これが、防衛って書いてあるんですけど。この防衛が破られたら終わりです。で、もちろんこっち側だけじゃなくて、こっち側。こっち側も、こっちから出る鬼は、向こうから入ってくみたいな。で、こっちから来る鬼は、まあ、こっちから入ってくるよ、みたいな。
だからそれを守るっていうのが、まあ、あの無限列車のルールですね。ちょっとあのしばらく前説明したからいいかなと思ってちょっと説明してなかったんですけど、まあ、ちょっと改めて、今一度ちょっと紹介したいなと。で、煉獄さんやっぱりなかなか強い気はするけどね。だからやっぱりもう今必要なら星7キャラを集める。だから無限モードやる。で、ガシャを引く。なんだったら課金する。最近ちょっとバウンティの方課金控えてるから、まあ、こっちに課金してもいいのかなってちょっと思い始めてる自分がいます。でちょっとあとキャラだね。キャラのこの配置がもうちょっと悪すぎる。もっと効率がいいキャラクターたち、それをちょっとあのちゃんと調べてちょっとやっていきたいなと思います。あ、なんだかんだ23まで来てる。いいぞいいぞ、頑張ってる。いやでもさっきの見るとさ、増悪点いいな。で増悪点じゃなくてもいい、星7のキャラクターだから。ムザン様があんな感じになれるんじゃないの。あの体力が1万2000とかさ、そんぐらいになって、増悪点なんて体力3万3000だったからね。あれちょっとおかしいよな。まあ、とりあえずちょっと頑張りましょう。まずいまずい、煉獄さんやばい、負けてきた、まずい煉獄さん、やばい、煉獄さんがやられた。まずい、待て、煉獄さん、ちょ、おら、煉獄さん耐えてくれ。ってことは待って、こっちがやられたってことは、待て、これやばい、ちょ待って、これ向こうもやばい。でも向こう、いや待って、向こうよりまずは、ちょっと待って、煉獄さんは負けない、煉獄さんは強いんだ。煉獄さん、多分これ無惨様の光が灯ったらあれだね、無惨様のとこ行こう。これちょ押せない、ああ死んだんじゃないの。ちょ待って、やばい、ほんと、ああやばい、あばば、待って、押せないや、ちょっと押せない。いやこれまずい、こっち来てる、まずい、どうやって勝つ、勝てない、ちょっと待って、止めろ、アップデート、アップデートして、やばい、終わっちゃう、なんとかこっちは耐えてる、無惨様耐えてるけん、ちょっと待って、おつけ、耐えてる、こっち耐えてる、煉獄さんはやられないぞ。アップグレードして、で、こっちはどう、今どう、こっち大丈夫。いやー、ルイ君来てる、あっやばい、終わっちゃう、ルイ君耐えて、なんとか耐えて、ルイ君お願い。煉獄さんの光が灯ったら急いで煉獄さんのとこ行こう。これ、いやー、これ負けそうだな、負けるだろうけど、ここでもう一回ルイ君を すぐ召喚する。いけ、ちょっと待って、大丈夫か、あそこ今煉獄さん耐えてるね、あそこ耐えてる、あー来てる、やばい、耐えるんだ、なんとか耐えて、よし、煉獄さん大丈夫、あーいっぱい来てる、待って、どうしよう、待って、どうしよう、ルイ君出せない、もうルイ君出せない、ルイ君一人で耐えるしかない、でもあっち煉獄さんまだ耐えてるけど、やれた、今煉獄さんがやれた、ちょっと待って、光を灯したので、ここで煉獄さんをもう一回召喚する、よし、これ、無惨様これ、回収するか、無惨様か、あー、くっそ、負けたー。